トランスはハウスから派生したエレクトロニックダンスミュージックの一種である。125から 150bpm くらいまでのテンポで短いシンセサイザーの旋律を再現なく繰り返しうねるような雰囲気を出すのが特徴。その反復されるリズムやメロディがさもの内の感覚が幻覚や催眠を催すトランス状態に誘うかのようであることからトランスと呼ばれている。主に クラブシーンやデイブパーティーなどで DJ らによってターンテーブルまたは CD プレイヤーなどを用いて演奏される。トランスミュージックの中には2つの大きな流れがある。ダンスミュージックとしてのトランスは1980年代中期にアシッドハウスから派生した。ハウスから派生したのかテクノから派生したのかは難しいところであるがテクノ組のトランス参入は中期以降である。 現在のトランスミュージックは主に西ヨーロッパ圏を中心に流行しているトランスと世界規模で流行しているサイケデリックトランスがあり、これらは互いに影響を与え合いながらも異なった変化を遂げてきた。ドイツのフランクフルトで誕生したトランスは、隣国ベルギーのニュービー,イートなどから強く影響を受け、リズミカルなドラムパターンや叙情的なメロディを持っており、現在のトランスミュージックの基礎を作った。 また1990年代初頭からインド西海岸のゴア地方に持ち込まれたドイツ、ベルギーをはじめとするハードコアテクノやジャーマントランスなどが1993年から1994年頃ゴアトランスに発展した。日本では2000年代以降エーベックスがサイバートランスとして大きく取り上げ当時の若者文化を介して一般にも トランスというジャンルを認知させた。ハードトランスが発展する中で他のハードなダンスミュージックとの関係性が複雑かつ密接になっていった。これを4次ビオメハニカがハードダンスというジャンルとして提唱した。主なヒット曲アーティスト4次曲名、エアポート、D.O.N.T.Wake Me From The Dream、Six Hours, サレンダー、テッキーテッキーアーティスト、リモコン曲名。 ハッテビザム、ブリープ、オンラブ、コールドフロントアーティスト、ジョージ S 曲名、ダーギア、チューブ、トーキントーキン、アーティスト、リーループ曲名、カイ、キニングソサイティ。ありがとうございます。